そうそう、僕のニューヨーク時代の、あとイースト LA も行きましたし、イースト LA？ イースト LA 行ったじゃないですか、車で。あの教会のあたり行ったところ時ですか？それ教会行く前にイースト LA 行って、あ、行ったな、降りましたっけ？降りたかは定かじゃないけど、でも多分降りたと思います。で加藤君写真撮って、で自分が入ってた MDC メトロポリタンデテンションセンター行って、で、であのセントラルステーションのとこ行きました、ね、はい、その教会が。でそこであのお土産屋みたいの、はいはいはい、あ、そうそう、あそこでもカバンとか買ってましたね、はい、歩きながら撮って、あそこでもインタビュー撮って、そうですよね、あのインタビュー何だったっけ、何についてのインタビューだったっけな、すごい最初の初期の頃はあれ入れてたんですよね、本編に。なんか、あ、そうだ、刑務所のあの交流所のところで、あのその監視とのこう、あの飯持ってきてもバーンってやって絶対食わなかったとかっていう話とか、そういう系ですよね、確か。あのターミナルアイランド行ったじゃないですか。ああ、そうですね、刑務所も行って、あそこ確か一番最初行ったところなんですよね。そうですね、で、絶対ダメだよって言ってんのに行って、でインタビュー取って、あのガンタワーからウォーニングのサイレンが鳴らされて、ウォーニング言われて、次のウォーニングで、あの発砲するって言われたからみんなでそそくさと帰ってきてでもあそこがね、なんか日本人の 像があったんですよね。そうです、写真とか、ね、昔日本人がそこでみんな漁師やっててね、そう、なんか移民、日本人の移民がちょうどそこで、そう、漁師やってたっていう話 で、うん、でそれが未だに残って、今あそこのトミナイランドの先のところのイカダのところで、あのフィッシュマーケットやってんじゃないですか、うん、あれだから日本人じゃないですかね、うん、いや僕だからLA にもともと前カリフォルニアに住んでた時はあそこら辺行ったことなかったですね、うん、だって最後の島ってことですからね、うん、まあ観光地でもないってことですよね。そうですね、だってあるの刑務所と、あとあれですもんね、あの港、そうですね、ハーバーですよね、ハーバーしかないですもんね、うん、あとはサンペドロの海とか、そうですね、最後の方ですよね、あれね、はい、そのパンチョの 家の周りじゃないけどね、クエテとかもあの辺だからさ、セブンもあの辺だけど、みんなエリアが違うわけじゃん、ブロックブロックが違うけど、でそこの海とか行ったんですよね、あの時ディドも行って、ディドの息子たちも行って、で車の中でガンガン葉っぱ吸ってて、うんうん、単にドライブでなんかちょうどあそこ寄ったんですよね、なんかね、あれパンチョは寄りたいっすって言ったんですよ、うん、でちょうどサンセットで綺麗な時に海のところへ行って、全然綺麗じゃなくて寒いだけ、寒くて風が強かったですね。だからそんな別に長居する、あ、何でしたっけ、あそこ崖がなんかありましたね。そうですね、何でしたっけ、なんかあの崖をよじ登るって話してたじゃないですか、はい、もうとにかくあの時はあそこから早く脱出したかった。あれ、あとどこ行きましたっけ、ウォン・ゴンザレスの家行って、ウォンの家行って、パーティーの日はもうパーティーだけだったと思います。そうですね、そんでそのいつもお前が問題児だっつって、なんだっけな名前、なんとかブラウンってやつがいて、こういうパーティーのたんびにお前問題を起こしてるっつって、そいつを退場させたんですよね。なんか遅れてきた人ですよね、確か。そうです、なんか赤だか水色のシャツかなんか、タンクトップ、あのバスケットのシャツ着たやつで、ただそれは映像に収められなかったんですよね。なんか確かにインタビューかなんか撮影してた。あ、そうなんですか、まあ撮れてたら撮れてたで、
それ見られてたらどうなってたかは分かんないですけどね、うん、あとはあれも使ってないんですよ、そのあの民族ダンスのやつ。あそうなんですか。そうなんですよ、アステカの、ええ、あの子供なんであれ最高だったじゃないですか、ね、そうなんで田山さん使ってないんですか。あれだけで絵になりますよね、うん、幻のティーンエンジェルスの表紙の写真ですよね、うん、ラッシュ版の時はエンディングですか。ああそうでしたね。そうなの。そう、僕がやっぱどうしても入れたくて、それで無理やり最後ラストに入れたんです。自分映画見てないからわかんないですけど。でもそれはその前のバージョンだから、あれは唯一あんだけのギャングがみんな集まって、あれが始まった時にみんな座って誰も喋らずに本当に神様が来たような感じでね。でもあのスピーチがむちゃくちゃ長かったんですよね、あれ。そうですね、15分ぐらいスピーチ一人でダラ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 喋って、みんな大人しく聞いてるんですよ。あのそのダンサーのお父さん、家族で来てるんですよ、あれ。お父さんとお母さんとお姉ちゃんと子供弟で、アステカ時代のそのお祓いみたいなもんだよね。そうですね、Kさんだってね、あの花びらこういうふうに頭からかけられて、うん、それでそれ全部もらってきたけどどっか行っちゃいましたね。それをもう一生持ってると一生幸せになるっつってどっか行っちゃったよ。それなんかこう我々が神から与えられたみたいな、なんかそんな感じのスピーチですよね、うん、あれ多分 YouTube 出せばあれは興味持って見たい人いっぱいいると思うけど、ね、そうですね。まあでも彼あの人の言葉をもう一回聞けば多分言える、うん、僕が解説できるかもしれない。改めてその1週間のあれフッテージをこう ね、 そうですね、見直してそれはいいかもしれないね、うん、そうですね。すみません、映画ではいろいろ、うん、もう一回カリフォルニア行ってくればいいじゃないですか。ということはでもじゃあ僕もまんべんなく尾行されてたってことは僕もマーキングされてるかもしれない。あ、大丈夫です。パスポートの後ろに番号振ってあります。いや、わかんないです。振ってあったらダメですね。え、振ってあったらこいつが今度戻ってきたらまた始めます。あ、でも違う、入っちゃってるんで、ええ、大丈夫ですね。まあでもアメリカはもういいっす。え、アメリカはいいっす。トランプと友達になればいいじゃないですか。ほら、ケイさんのこの今のポーズ撮影中には絶対になかったことですよ。どういう意味ですか。ほら、小指が今完全にこうやって露出してるじゃないですか、はい、前は俺全然探しても探しても絶対こうやって露出しなかったのが今こんなになって露出してるじゃないですか。うん、あと富山さんが予算出してくんねえか自腹で行ったとこいっぱいありますよね。どこ行ったんでしたっけ。岡山のカーショーだとか大阪のあのイベントだとか、はいはいはい、あの彼ですよね、はい、何でしたっけ、ロホ君、はい、広島って僕行ってないんでしたっけ。行きましたよ。行きましたっけ。あれは富山さん行ったんだ一緒に。そうですね、マサさん、うん、行ってない、はい、一番最初のやつですよね、はい、富山さんと加藤君、あ、加藤君でしたっけ。そうですね、はい、確か。とにかく一番最初のが田代くんですよ。そうでした。あの一番最初はそうでした、ね、幕張のローライダーショーで。そうでしたね、はい、で、あの日に田代くんパクられたんだから。あの日にパクられたんだ、インタビューした後に。インタビュー終わって、で、あの富山さんが「圭さんもインタビュー終わりました」っつって終わって、で、田代君ありがとうございますねっつって、で、ケイさんちょっと一緒に控室行きましょうよっつって、控室行ったらなんか変なやつがいて、で、自分あの田代さんのファンなんですよなんつって、で、なんか握手してたんですよ。その時に物もらってたんですよね。あの日にパクられましたもんね。